アクセンチュアで自分がやりたいことが、まあ、全部できる企業だったからっていう、うん、ケース問題を出してもらって、でそれを自分が答えてフィードバックをもらうっていうものなんですけれども、いつか自分にぴったりの会社が見つかるかなと思っているので、ぜひ頑張ってください。どうもしゅんです。こんにちは。今回は、合格者の方の内定した、コツであったり極意を教えてもらおうというシリーズになっております。で今回はアクセンチュア編ということで、アクセンチュア編ということで、ちょっとダメかもしれない。アクセンチュアの合格者の方に来ていただいてます。山田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介お願いします。山田と申します。現在アメリカのユタ州にあるブリガムヤング大学で情報システムを勉強してます。その他にも今アメリカでパートタイムでソフトウェアエンジニアとしても働いていて、モバイルアプリを開発しています。まあ、学業以外では留学サポートのスタートアップでマーケター兼カスタマーサポートとして3年以上活動をしています。めちゃめちゃ優秀やん。ちなみに山田さんが就活を始めた時期っていつなんですか？本格的に始めたのは去年の9月からなんですけど、アメリカにいますので、今海外の留学生ってボストンキャリアフォーラムっていうのを年に1回あって、まあ、そこで就活するんですよね。海外生結構就活の時期が日本と比べたら遅くて、結構卒業ギリギリの4年生の9月から11月ぐらいが一番採用のポストが多い時期にはなるんですよね。これちょっと早めに開始したっていう形です。なんで受けたかっていうところの話を軽くお聞きしてもいいですか？アクセンチュアで自分がやりたいことが、まあ、全部できる企業だったからっていう、うん、まあ、自分のやりたいこととして結構今までマーケティングに携わることだったりとか、プログラミングを触る経験とか、あと YouTube の動画作ったりとか編集したりとかもしてたので、そういうクリエイティブな部分も好きだったんですよね。この3つの分野で自分のやりたいことがあって、アクセンチュアって実はその3つともできるんですよね。最近マーケティングの部署ができて、あとデザインがすごい人の意思決定に影響するっていうところでデザインのコンサルもしようっていうことがあってですね、最近クリエイティブの部門もできまして、 IT があってマーケティングがあってクリエイティブも、自分のやりたいことが全部できるところ、もうアクセンチュアしかないなっていうのを感じて応募しました。なるほど。受ける人っていっぱいいると思うんですけど、山田さんがなんで受かったかって一言で言うと何ですか？まあ、内定した後にちょっとフィードバックみたいな形でメールでフィードバックもらうんですけれども、まあ、ケース問題した時のすごい頭の回転が早かったですっていうところと、あともう一個が話した時のなんか笑顔であったりとか傾聴力であったりとか、なんかそういったところで一緒に働いた時に働きやすそうだなって思っていただいたっていうことは聞きました。コンサルだからケース面接、ケース問題が多いんですか？ケースの面接は1回だけでしたね。グループディスカッションがあって、で一次面接は結構ガクチカみたいなものを聞かれまして、で2次の時にケース問題が出されました。でその後最終面接っていう形なんですけど。対策とかしたんですか？ケースの対策としては一番最初はもうひたすら YouTube で動画を調べて、ケース問題に関するものとかフェルミに関するものをもうひたすら見尽くして、である程度、はい、できるようになったなと思ったら、マッチャっていうアプリがあるんですけれども、はい、そこでコンサルで働かれてる方とかそういった方にもひたすら連絡をしてケースの対策していただけませんかということで、マッチャを通して、まあ、ケースの練習問題をしてもらってでフィードバックもらってたっていう感じですね。マッチャで出会った社会人の方に具体的にどういう対策というか面接対策をしてもらったんですか？ケース問題を出してもらって、でそれを自分が答えてフィードバックをもらうっていうものなんですけれども、それをやってて2つ本当にすごい使えるなって思う知識をもらったのがあったので紹介したいなと思うんですけど、1つ目はスタヤの事例ですということで、はい、コロナ禍ですごい売り上げが落ちてしまっていましたと、うん、コロナ禍で売り上げを上げるためにどうしますかみたいな、そんな問題を出されたんですけど。なるほど。スタヤか、なんかアメちゃん配るとかじゃダメですかね？アメちゃん配る。めっちゃなんか鼻で笑われた。自分がそこで発想の転換みたいなのあったんですけども、売り上げって客数かける客単価で出てくるじゃないですか。なんで売り上げを上げようと思ったら、もっとたくさんのお客さんに来てもらうか、1個の商品の値段を上げるか、まあ、どっちかになるかなと思うんですけども、スタヤのことで考えたら普通なんか商品の値段って上げたくないじゃないですか。なので客数を増やす、アメちゃん配るも客数増やす施策だと思うんですよね。アメをあげるからたくさん来てくださいっていう、っていう風に自分も考えたんですけど、その方が教えてくれた売上の上げ方っていうのが客単価を上げる方法で、実際になんかツタヤで店舗に
家具とか、 なんかソファーとかくつろげる空間を準備して、でそこでお客さんにビデオとかを見てもらうっていう、うん、そういうくつろげる空間を店舗に作ると、うん、でビデオ気に入ってもらったら借りてもらえるし、ソファーもし気に入ったらソファーを買えますよってい う、 そういう家具を売るっていう、頭いい客単価を上げることで売り上げ上げるっていう、なんかそれはすごい使えるなと思っていて、特にこれは商品売るというよりも、まあ、体験を売ってるわけじゃないですか店舗で、うん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 、すごいそれもコロナ禍の対策として体験を売るっていうのも考え方としてすごい大事だなと思ったのが一つです。確かにめっちゃいいですね。出会った社会人の方に考え方の部分を教えてもらったんですね。はい、そうですね。2つ目はちなみに何ですか？2つ目のお題が、じゃあアメリカでお好み焼きの売り上げを伸ばしてくださいっていうテーマでした。どうするだろうな、はい、俺だったら、アメちゃん配るとかここで自分が学んだのは、売り上げの上げ方というよりもテーマに対してどう取り組むかっていう姿勢をすごい学んだんですけども、アメリカでお好み焼きの売り上げを伸ばしてほしい人って誰だと思いますかっていうことを聞かれて、実際の事例があって、それはお好み焼きソースを売ってる企業がもっと売り上げを伸ばしたいってところでやってっていう、確かに、で、お好み焼きの売り上げを伸ばすって言っても粉の売り上げを伸ばしたいのか、なんか他の材料かソースの売り上げなのかっていうところでもいろいろ施策っていうのは変わってくるっていうことをなんかそこで学んで、なのでこのクライアントからの依頼っていうのはなんかどういうバックグラウンドがで何を求めていてこの依頼になったのかっていうところを、そこをちゃんと読み取るようにしましょうみたいな、そういったことを教えてくれたんです。この2つの考え方は実際の面接、アクセンチュアに限らずいろんなケースの面接の時に役に立ったので、ちょっとシェアしたいなと思いました。ケース以外でアクセンチュアに向かった、ここを頑張ったから合格できたなと思った部分とかってありますか？まず一つは、なんでアクセンチュアに行きたいんですかっていうところで、自分はさっきお伝えしましたけれども、自分やりたいことを3つあるんですよと。IT、マーケ、クリエイティブっていうところで、3つともできるところ、アクセンチュアしかありませんと。そういった、なんか自分の経験ベースで、本当にここが一番自分が輝ける場所ですっていうことを言うことができたら、そこはすごく強いかなと思います。視聴者の皆さんがなんか真似できることとか、やった方がいいなって思うこととかってありますか？僕がおすすめするのは、本当に早い時期から就活を始めるっていうのがすごい大事だなと思ってます。僕も今伝えてる3つのことですね、 IT、マーケ、クリエイティブって、これ全部アメリカに来てから全部身につけたスキルなんですけれども、まあ、自分がどんなスキルを身につけたらいいかっていうのを知るために、まずやっぱり自己分析ってすごく大事だと思ってます。自分が何したら楽しいかとか、何が好きなのか、これが好きだからどんな会社に行きたいかとか、いろいろ分析して、もし行きたい企業が見つかれば、その企業が求めてるスキルとかをもう身につけるために時間を使ったらいいと思うんですよね。僕のアドバイスとしても、なるべく早く自己分析を始めて、自分がやりたいことを見つけて、でそれに対してスキルを身につけるっていうことかなと思います。結局それですよね。本当そうだと思います。なんかもう就活受かる受からないとか一旦置いといても、なんか人間としても魅力的になると思うので、素晴らしいと思いました。じゃあ最後になんですけど、就活生に向けて応援メッセージがあったらぜひお願いします。自分は本当にたくさん苦労してたくさん泣いてもらってるわけではないので、本当に就活ってマッチングなんですよね。自分の合う合わないっていうのがあって、で合うところが見つかればきっと内定も出ると思いますので、もうそこはめげずにどんどん応募し続けてくれたらですね、いつか自分にぴったりの会社が見つかるかなと思っているので、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。視聴者の皆さんもぜひ参考になったら、よかったらコメントいただけたらなと思います。ということでありがとうございました。ありがとうございます。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。